産経列車、シティライナー、成田山海運号を臨時運転、年末、年始は臨時ダイヤで運転します。大晦日は終夜運転を実施します。一部区間を除く1月1日、月曜日から3日、水曜日は柴又駅、京成成田駅他着の列車を増発します。終夜運転時及び1月中の土曜、休日ダイヤ実施日に、成田山新勝寺産経列車として、シティライナー、成田山海運号を上下各1本運転します。12月30日土曜日から1月3日水曜日の5日間は、土曜、休日ダイヤで運転します。京成電鉄、本社、千葉県市川市、社長、小林俊也、では、成田山新勝寺や柴又帝釈天等への参詣のお客様が多数ご利用になる年末、年始期間に、合わせ、利便性向上を目的に、臨時ダイヤでの運転を実施します。臨時ダイヤは、大晦日の夜から元日の朝にかけて、一部区間を除いて終夜運転を実施するほか、1月1日、月曜日から3日、水曜日の日中時間帯は柴又駅、京成成田駅他着の列車を増発します。また、終夜運転時及び1月中の土曜、休日ダイヤ実施日には、スカイライナーとして運転している AE 型にヘッドマークを掲出し、成田山新勝寺への産経列車として、シティライナー、成田山海運号を上下で各1本臨時運転します。なお、2017年12月30日土曜日から2018年1月3日水曜日の5日間は、土曜、休日ダイヤで運転します。京成線、年末、年始、臨時ダイヤの詳細は次の通りです。1. 大晦日終夜運転。大晦日の夜から元日の朝にかけて、成田山新勝寺や柴又帝釈天等に参詣されるお客様の利便性向上を目的に終夜運転を実施するほか、上下各1本シティライナーを運転します。京成上野から京成成田、普通列車、上下各9本、約20から50分間隔。都営浅草線方面から押上から京成高砂、普通列車、上下各9本、約20から30分間隔。京成高砂から京成金町、普通列車、上下各12本、約20から40分間隔。2点、1月1日、月曜日、から3日、水曜日、の、列車増発。元日から3日までの3日間。成田山新勝寺や柴又帝釈天等に参詣されるお客様の利便性向上を目的に列車を増発するほか、シティライナーを運転します。京成高砂から京成金町、普通列車、上下各12本、10時30分頃から16時頃、約10分間隔、16時頃から17時頃、約12分間隔、京成碓井から京成成田、普通列車、上下各15本10時頃から12時頃、13時30分頃から17時頃、約10分間隔、京成成田駅他着、京成上野から京成碓井間の、普通列車を京成成田他着に、延長します。3、シティライナー、成田山海運号、の、臨時運転。1、運転区間、京成上野から京成成田、京成本線経由、に、停車駅、日暮里、青戸、京成船橋。3、車両、AE 形、スカイライナー車両、ヘッドマークを、掲出。4、座席、全席指定。5、特急料金、950円。ただし、京成船橋から京成成田間は、510円。ご乗車には、別途乗車券が必要です。6、運転時刻、大晦日終夜運転時。下り、シティライナー95号京成上野22時40分発、日暮里22時44分発、青戸22時54分発、京成船橋23時7分発、京成成田23時34分着。上り、シティ、
ライナー96号京成成田3時ちょうど、発、京成船橋3時27分着、青戸3時40分着、日暮里3時50分着、京成上野3時55分着。1月中の土曜、休日ダイヤ実施日の、12日間、1月1日、月曜日、2日、火曜日、3日、水曜日、6日、土曜日、7日、日曜日、8日、月曜日、祝日、13日、土曜日、14日、日曜日、20日、土曜日、21日、日曜日、27日、土曜日、28日、日曜日、下り。シティライナー91号、京成上野発9時2分発、日暮里発9時7分発、青戸9時19分発、京成船橋9時32分発、京成成田10時ちょうど着。シティライナー92号京成成田15時16分発、京成船橋15時44分着、青戸15時59分着、日暮里16時9分着、京成上野16時14分着。4、その他、12月30日、土曜日、から1月3日、水曜日、の、5日間は土曜、休日ダイヤで、運転します。